くお元気そうね。ザ・エージェントは私の大好きな映画なの。監督はカラスですけど、映画は人間味があって感動的ね。ああ、厳密に言えば私はただのカラスじゃなくて渡りガラスなんだよ。よく誤解される。まあどちらでも。よくない。これ見てください。サフラジェットシティ、ロックミュージックと80年代の若者たち、そして動物園買収を描く成長物語だって。こんな本があるとは知らなかった。クロー監督しか映画化できません。ケイト・ブランシェットの愛読書でもあるので、彼女も喜んで出演依頼を受けてくれるはず。どうでしょう。こー、なるほど、なかなかいい話だね。でもカーはカラスだよ、私は渡りガラスだ。